チャンネル白くまです。今日は見ての通りちょっと雨ですね。オープンちょっとできないんで、もうちょっと小雨になったらねオープンしようかなと思うんですけど、ちょっとね向こう側晴れてるんですけれども、ということで今日は10月30日、もうすぐ10月終わります。早いもんですね。私も連続動画アップ未だに続いてます。もしかしたらもうちょっとしたらまたちょっとお休みもらうかもしれません。ということで今日はようやく、多分まだ編集してないんであれですけど、滝です。奥入瀬渓流ね、ここ見どころの滝が結構たくさんあるんですけど、歩けばねたくさん見れますけど、車ですと多分この2カ所くらいが限界だと思ってるんで、ね、そこを2カ所ご紹介できればなと思います。その前に石毛戸の休憩所、奥入瀬渓流で唯一の休憩所です。トイレはねここが一番綺麗です。奥入瀬渓流の並びでは一番綺麗なトイレですので、実質女性にとってはここが最後だと思っておいてください。途中にねあるのはあるんですけど、車からではねほとんど無理です。以前までちょっと前まで観光シーズンだった時まではあの簡易トイレもあったんですけども、簡易トイレも撤去されてます。なので実質ここだけと思っておいてください。なのでできればあのここで一回休みを取ってほしいんですけど、もう今回行った時もそうですけど激混みです。超混んでます。朝から6時く以前もそうですけど、最近特に混み出して6時くらいに行っても意外と車がいますし、朝ですね8時に行ったらほぼ満車でした。8時9時とか行ったらもうほぼ満車なので、なかなか止めにくいっていうのもあります。結構意外と広い駐車スペースがあるんですよ。それでもちょっと止めづらくなってたりとか、それからあの駐車禁止区域のところに今最近ポールが立ってます。ポールというかコーンが立ってますんで、意外と注意して見ておいてあげてください。でもここぐらいしかね本当にトイレとかね休む場所、あとここにね売店もあるので、ちっちゃい売店もあるので、あのソフトクリームはおすすめですけど美味しいです。ここで軽くね食事される方もいます。軽くねちょっとしたあの食事も食べれますんで、もうよかったら寄って、よかったらというかここ寄って駐車して散歩ができるんですよ。ここは散策ができるんで、駐車スペースがあるので散策ができます。うん、なのでここはちょっとおすすめポイントではあります。ということで白くまチャンネルスタートです。はい、石毛戸到着です。見ての通り今現在、8時17分ですけど満車です。来られる方は気をつけてくださいね。多分ここしかトイレがないんですけど満車なんですよ。すごいでしょね。ずっと満車満車、すごい満車です。ほらずっと向こうまで石毛戸休憩所、ここだけトイレがあるんでね、すごい綺麗なトイレです。はい、なのでもしねもうここで用を足さない限りはちょっと難しいこともあるんで、あとお店もあります。
お店もねあるので、よかったら使ってあげてください。買い物とかちょっとだけできます。今ね紅葉シーズンなんでカメラマンがめちゃくちゃ多いです。はい、で休憩所空いてるのかな。空いてたらねこう入れるんでね、いいですか。トイレです。あとここ降りていくと渓流ですね。よく私の動画に出てくる場所です。ずっとここ渓流前回もこうアップしましたね。でも前回春だったんで、今紅葉の季節こんな感じです。めっちゃ綺麗でしょねえ。いやでも GoPro 楽だわ、めっちゃ楽だわ、水平撮れるってこんな楽なのね。全然気にしなくていいという。いや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 、綺麗綺麗。ここいいしょ、このままずっと散策したくなりますよね。でここはこういうふうに降りてきて、ね、駐車場車を置いて散策もできます。ずっとね散策できるんで、ずっとね行けるんで。この石毛戸のね由来になったやつがここの岩です。大きい岩見てください。ここ石毛戸、なんか人が住んでその感じはちょっとしますよね。ここね、なんか昔ね、私ちっちゃい頃この下入れたんですよね確かね。今はもう全然ね入れないので、ですからこう向こうへ大きい岩とかねたくさんあるんでね、めっちゃ気持ちよく歩けますよ。すんごいでも混んできた人多い、この時期こんな多い、この時間帯こんな人いる、すごい人いやみんな来てますよ歩いて、ということで石毛戸休憩所でした。ぜひぜひぜひね来てください。奥入瀬渓流はマップを見るとすごい分かるんですけど、こんな感じ。こっから今現在ここで、向こうが十和田湖で、十和田湖の方が高いんですよ。カルデラ湖なので十和田湖から水が下の方へ流れてます。つまりここ下流なんですね。下流なので、でここからずっと歩いていけるんですけれども、バス停とかあって、次行くとこはこの雲井の滝ですね。雲井の滝、ここいいところです。ここもねちょっと変わった滝なのでね、ご紹介したいかなと思ってます。では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 、かみさんです、嫁さんです。すごい混んでる、めちゃ混んでるよ。ここすごい好きなのは、あ、ここすれば自転車レンタルもしてるんで、あとさっきからソフトクリームおすすめです美味しいですソフトクリームね。で軽い軽食も取れるんで、お腹空いたらぜひぜひぜひ。私はいつもコーヒーかソフトクリームです。ようやくここまで来ましたよ。慌ただしい朝毎回毎回慌ただしい朝一応ね撮ってるんですけど、まあ、今日ちょっとね午後から晴れるかな、これは今ちょっと降ってるんですけど、さっきまで激しかったんですけど、今はだいぶね小雨になってるんで、帰りはオープンで帰れるかな。